クニオですさあ今夜はコメント返信動画をお届けしようかと思っております最近ねおかげさまでちょっとコメントリアクションがなかなかいい感じについてきてくれていて感謝してますでお付き合いいただいてる方はだいたい分かってきたかなというようなルール最初に説明しておきますね <laughs>、まあ、ルールってことじゃないえっ、ー、と コメントに返信してるんだけれども引用が結構歴史的なものであったりハロプロ好きな人そしてハロプロを知らない人でもある程度社会的なタイミングとかにも依存するもんだけど、えー、引用しながらお届けしていく感じになると思いますので付き合ってもらえたら楽しいかななんて思っています。じゃあ行っちゃいっちましょう今日はね ダンバラルルちゃんの昨日のジョーロアカペラあ自撮りアカペラ動画と、えっと、宮本かりん卒業延期の速攻解説ほかというこのコメント返しにコメントくれてる方々それと高木紗友希ねこれはバースデーイベント時に作ったやつのそこに返してくれてる動画とあともう一個上村あかり動画に、えっと、コメントくれてる方がいらしたんでこの4つの動画へのコメント返ししたいと思っておりますで コメント返し動画の冒頭ですけども今度ね、どうしようかと思ってんだけど山崎芽衣ちゃんのこのファーストビジュアルブックメインについて何か <laughs> 語りたいなと思ってんだけど広げようがねんでまあそれを楽しみにしてくれっていうこととチャンネル登録していおいていただければこういったところもドドッとお皆さんと参加型でいけると思いますのでお願いしますじゃあ早速いっちゃいましょう じゃあね、上村あかりのやつにくれた方から行きましょうか、えっと、ZX これは1 4ンライダーでいいのかな様、まありがとうございますえー、っとこの動画を見て感じたのはマツコと柳原がやってたラジオを思い出しましたマツコの考察の深さ鋭さに感銘を受けた記憶がよみがえります音質の良さはタイのイベントでトラブルがあってオケ、OK、が倍速になった時細兵衛の次にはめてたのがウェンムでしたね ラジオのヤンフラでのかなともとルルがゲスト出演した時は神回でしたウンムーが2人を紹介する内容はポイントを面白おかしく押さえていましたえっ、ー、とこれなんだこれ,うさぎ、ね、これうさぎにこれうさぎにツノでいいの俺ちょっとこういう感じわかんないで自然体で美しい立ち振る舞いが大好きです地元大阪の誇りでここという時に奇跡を起こし爪痕を残せるのがすごい この前のネットサイン会のい、e、いパッチンは最高でしたね。キャラは一押しだわ。なかなか露出が少ない中、取り上げていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あとちょっとしょうもない漢字読めないときがあるんで、申し訳ない。えー、とじゃあ、全体の、何ていうの、流れの中で重要と思うところをね、行きますねあ。評価いただいているのは感謝します。それと、このタイのトラブルって、これ倍,倍速ぐらいになったね時これ、 映像で僕見てて知ってましたよあれあの時俺唯一ジュースの唯一じゃない2回だけ海外公演行ってないやつの1つなんですよね。でこの時の倍速めちゃくちゃなんですよ多分 DJ 機材であの一番プラス10ぐらいなところになっちゃってるような音質そのまま行ってキー変えてないからああなるんだけどねその VPM だけ変えた時ね。 上村も、さゆさゆきも、出音に対して素直に行くのかっていうところより、なんか、ジュースジュースってグループの中でどこに入っていこうかなっていう風にしてたように聞こえましたよ。で、ともことかはなんか、必死にもう過去の自分を守ろうとするというの。こういうところが個性出てて面白いですよね。思い、思い出しますよ。いい指摘ですね。で、あとこの、 上,上村の話これどういうふうな動画で話してたかっていうと鳴りを重視しているボーカリストで真ん中に行きメインというかこのセンターを食わないというところが、まあ、僕の印象だったんでそれを声的に説明してるっていうような動画だったんですけどそこを捉えてくれてるのも嬉しいしこの個性というのかな上村明里をすごく来えっ、ー、と ZX 14ライターさんは抑えてらっしゃるんだねで思い出もすごくたくさんあるからまあ長い間上村を見てきた方っていうことでその方にコメントいただけたことを嬉しく思いますあ,あと補足があってネットサイン会じゃなくて CS スペシャル TVJJ 特番での指パッチンでした大丈夫全然これミスに入ってない <laughs> もう俺データが間違ってる場合あるんで、まあ、その辺は ちょっと多めに見ていただいて引き続きお付き合いお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。えー、っと、ジュースジュース高木佐行ね、この歌唱解説というふうに言ったもので、同じく ZX14 ライダーさんが書いてくれております。これ14なのか14なのかちょっと微妙だけど、間違ってたら教えてください。で、15年春より、えー、っと、MO、これマジックオブラブね、マジックオブラブのベイに、 「はまりか」以来一筋で追ってきましたおお長嶋の例えはツボですねさゆかりんは先遊感半端ないですしねオトピックでのあまたこれ音が鳴っちゃうごめんねもうこれね失礼でどこまで読んだっけオトピックでの生まれたてはルルを横に置いてこういうアレンジもありだよと教えているようでしたね レイレイ加入はエッグ時代に分かれた道が長い年月を経て再結成したようなドラマですね。サイベとカリンは知っているしポシボを尊敬しているレイレイだし、カリンの延期は楽しみでしかないですね。うん。続いてでありがとうございます。佐キのファンだったのね。なるほど、うん。これどういうふうに例えたかというと、うなんつうかな、カリンとサイキがタイプが違うんだけど、どっちも。 要は主軸になりうるそういう構成がジュースジュースってことなんですよ花輪が抜けてない現在ですからまだそれで例えて間違いないですよねここが延期っていうのが楽しみっていうことを言ってくれたんだと思うんだけど単純にねなんか声質が違う人で歌える人2人置いとくと曲の作り方広がりますよねこれをやれたチームだからジュースジュースはそこの環境において他のメンバーというのが しっかりポジションを得た段階でトップレベルのところでのなんかアスリートの集団になれたみたいなそういうの見えますよ多分ジュース知ってる人ってみんな同じように見てんじゃないですかねうんこんな気しますねいいっすねレイレイね, <laughs> ねレイレイこのエッグ時代から繋いでるような感じは受けないけどまさにこのポッシュを ギリギリまで引きずってるまだおそらく心の中ではどっかでチャンスあったらポッシュボーを歌ってやるぞってなってるはずなんでその辺要注意っすよねあの楽しみに同じように待ちますありがとうございますじゃあ続いていっちゃいましょうえー、っとこれはあのコメントレス動画にね結構ドドッとくれた方々にお返ししていきたいと思いますじゃあまずは82たくまさん パンダさんパワー。これね。うん、<laughs> 通知設定もしています。インスタが動きが速くて大変です。<ー>インスタね、これ、うん、ハローィンのインスタは、俺リアルタイムではもう追ってらんないから、後でまとめ見です。要所要所で。普段どうなんですかねインスタ使った方がいいんですかね ツイッターとフェイスブックと YouTube やってるともう結構手一杯ですよ。でこれ以上増やしていくとアウトプットするのはいいんだろうけどインプットっていうところで全部質されるじゃないですか。他のニュースサイト見たり他の YouTube 見たりとかな要所要所はテレビ雑誌も見るわけじゃない。でもちろん他のこともしなきゃいけないじゃない。 なんか2020年っていつの間にかすごくそのテクノロジーの中にこう操られてる感でやってる気しますよね全然違ったらすいません <laughs>、ね、そんなこと言ってないのにでそんなことをあのコメントから思いましたありがとうございますじゃあ次行きましょうえっ、ー、と風大財政さんはいつもありがとうございます、えー、ネタを書いてみたいと思います宮本かりんちゃん以下のニュースを素材に元モース福田明スカ写真集35歳新境地 からの元ジュースジュース宮本佳林写真集22歳新居地で早速ネタをネタかぶせしていきましょう思わず「え出すんですか?」と驚いてみせて今後のかりんちゃんの芸能活動に弾みをつけたいですねでこれでリリースされてものが出たらにしましょうよね全然もう嬉しいですけど 提案ね言っっててくれてやれやるもんだったらすすぐやりますよただね僕うこういうのも好きなんだけどプライオリティ一番高いのは音楽とか歌についてで比較的話したいというかそこに対してて突っ込んんででいいいききたた気持ち入れていきたいはあるんですねで写真集もアイドルだから当然重要なんだけどこれさ福田アスカこれヘアヌードって言ってるじゃん。ヘアヌードを論じるんだったら多分俺よりかなり論じられる人いると思うんですよね。 例えばヘアヌード写真集出ればつどつど買ってますっせぐらいのさ、まあ、せめて有名人の俺見てないんだよなで田村絵里子好きだったんですけど田村絵里子ってあの時代って宮沢りえの,あのヘアヌード写真集っていうのが、ね、篠山紀臣が撮ったみたいのであそこからのはずなんですよヘアヌードどうこう言ってんの。ってことはもう宮沢りえ以上ってできないわけじゃないですか。 で宮沢りえがそれをやる風潮って僕アイドルファンからしてたらなんかそんな好きじゃなかったんですよね。宮沢りえが嫌いなわけじゃないもう7日間戦争から見て「7 d a y s w a ー k 戦うようになってるからあ,のあれ内容よりいい映画なんですけどね分かりにくいだろうけど内容よりいい,いい映画なんですよ。でそういう時代のなんかアイドル冬の時代って言われてた時に何て言うの 脱いででくくことでいくんだったらも,もっっといいいでるるプロっていうのがいるんんすよねなんかその辺ちょっとこれ話間違えそうだから言いたくないけどでもよく言えば僕全然それ軽蔑もしていないし尊敬してるところもたくさんあるんだけど例えばお笑い芸人の人が DJ をやるとかさ、えっと、僕らが DJ とかやってる人たちが今度は違うことをやるっていうようなことで全部違う畑畑バンドマンが DJ やるでもいいよ。 DJ って誰もできるから。ほん本当にそう。興味あったら教えるし。で、そういうこと、なんでこういうこと言ったかっていうと、そうやって他の業種業種に入っていくものって、ファンオリジナルのところで好きだったファンからすると、少しずつ痩せていく始まりなんですよね。まあこれは YouTube やってる方だったら、<laughs> YouTuber の先輩連長が俺みたいなことやってたら、痩せていく始まりっていう風に言われたら、合ってるんですよ。だからこういうのって全部も合ってるもので、うん、なんか、 福田飛鳥が今縫うことによって得する人よりちょっとうそー嘘音とかあとそっちの選択肢増えちゃうことによってあちゃーっていう人とこういうのいると思うんですね。うん、これ後藤真紀だったら話ねまた別だったりするからね嫌ですね昔のモーニング娘。4期ぐらいまでのこの狙っている方々、うん、まあその方々もお仕事ですからね。 まあ今のモーニングのファンからするとそんなこと考えちゃいましたありがとうございますでこれ補足があるんですね昭和時代はこういったネタかぶせや CM での茶菓子結構あった気がします第2弾第3弾まであらかじめプランして話題を出していたのでしょう放送作家がね優れていた時代ですよね糸井重里さんみたいなあのコピーライターも含めですけどね糸井さんなんてあの下北でねバー出してた時とか なんかねちょっと僕いろんな縁があったからあのオープニングのパーティーとか行ってたんですよ。うま、ん、いもん見せ方が店ですらなんか見えない路面じゃない4階とかに作ってるのにうまいのよ。でこれはそれを言ってるんだと思うで昭和時代とかそういうこうやってインターネットで誰でもがツイートして拡散っていうことができなかった場合って広告も視覚的にとかあと言葉の響きも一発目で。 掴むんだけど、次のページ、次のページをこっちに委ねてる、連想を委ねてるっていう感じで展開していった気がするんですよね。クーネル遊ぶとかもそうですよね。これもう若い人全滅だろうけど。興味はこんなの払らなくていいか、じゃあ興味あったらコメントください。そしたら。お、お、お知らせします。<laughs> ね。ね、わかります。わかります。じゃあこういうのをちょっと思いついて。ね、ニーズ少なそうですけども。 福田アスカタイミングでやりましょうかそうしましょうじゃあ続いてえっ、ー、と GU さんハロプロオーダーおおこれか1番センター <laughs> 佐々木理香子2番 DH 佐藤正樹3番ライト山崎ゆはね4番ファースト、えー、福村瑞樹5番サード高木さゆき6番ショート小田桜 7番レフトダンバラルール8番キャッチャー竹内あかり <laughs> 控えもいいんだこれキャッチャー秋山真央で9番はセカンド3人制なんだ平井美代石田あゆみ稲葉真中、うん、これ右打ち左打ちも全部書いてるんですけど、まあ、それはコメント読んでみてくださいで投手も牧野マリア先発右で宮本仮左中継ぎが 山崎理子、あ、山岸理子、ごめん。山岸理子、朝倉危機、おさえ井上礼、お大田考えました、どうでしょうか、笑い。これはね、全部意見言えるけど、どうしようかな、これ返すの。あの、前、2019年の。 本当にシーズン始まる前に僕球団ごとでオーダー作ってるんですよで,ハロプロ全部でやるとすっげー難しいので球団ごとにするとハローのなんかグループっていうところが球団に当てはめられてて僕その五戸のとかとさあのプロ野球とハロプロが例えられるからって言って五戸ってあのアナウンサーねあの例えられるからって言ってハロプロと五のなんつうかな あの野球だけでずっとトークするっていうそのスポンニチの鈴木さんとかもよん呼んでいただいてあの鈴木さんってほらスポンニチのツイッターのあれ書いてる人だよハロープロのばっかりでその人たちと話し,してく中イベントを作ったのねそれで俺が分けたのはモーニング娘。はジャイアンツとそれに比べてアンジュルムは構造にってるけどヤクルトぐらいと東京でっていうふにしたね それでジュースジュースはまあおしゃれなとこもあるんだけど DNA ベイみたいなさその横浜っておしゃれなイメージあるじゃないベイスターズ的なとこあってでこぶファクトリーは当時中日ドラゴンズって言ってたなんか実力ある割に評価がなんていうのあんまされないみたいなさ年俸低いみたいなさ <laughs> そういうようなイメージでねであと当時あれだなキュートいないのキュート例えてたかな,なんかとにかくキュートを広島カープにして実力集団とかしてて で、あれですよカントリーガールズを阪神タイガースっていうんですちょっと笑わしてなんぼみたいな <laughs> ねそれでそれ,にそれに比べて椿は四国 BC リーグぐらいなんじゃないと同じプロでもみたいなこれはぶん殴られるんだと思うんだけどで今はまあもう構成変えりゃいいよね今のところで言うとねでも急騰急騰がいないところどうなんだろうねもう今美容がすごすぎるからね うん、美容はどこでもない気ですよね。うまい例えやったら皆さんお願いします。で、今なんでこんなこと言ったかというと、その球団ごとで打順ポジション決めんた、うん。ねえ、この話、こんな長くする必要はなかったかもしれないですけど、付き合ってくれちゃうと喜んじゃうんで、えー、また何かの形で回答を出します。じゃあ、その時お楽しみあ、開幕前に、いつ開幕するか分かんないけど、必ず野球の話をしますんで。よろしくです。 じゃあそんな感じで、えー、っと、ラスト、うん、ラスト画像コメント返し、えー、っと、ジュースジュース、ダンバルルちゃん、アカペラ、ジョーロ速攻解説に書いてくれた方々にです。えー、っと、マックチャンネルさん、さすがやっぱ早い。あ、です。これはなんで早かったかというと、ジュースジュースの5人組の動画を、5人組についてだけの動画を撮ろうと思っていて、たら、LINE で、 ダンバラルールがアカペラ歌唱ってなってみたらあこっち喋った方がいいなと思っちゃったからです、うん、そういう時あるね以後急ぐようにも努力しますよであとは ZX ライダーさん14ライダーさん楽曲としてはあまり注目してなかったですが深い考察で再確認できました えーとルルの「フィエスタフィエスタ」で在宅だった活動からライブへと足を向かわせてくれヤナミンの話事件」で立ち上がって応援する楽しさを教えてくれました、えー、W2O ツアーは参加しなかったですがハロコンもあり1年半540日で約300公演は負債抱えた時のアリスツアーに匹敵するくらいの地獄のスケジュールですよね だから私は当時からの JJ ファミリーを尊敬しておりますし、その経緯を十分に理解しているルリア・マラカンも応援しています。ジョーロ、もう一度聞き返します。ZX14 ライダーさんは熱いですね。これは素晴らしい。ね。これ、ジョーロ、後から確かに聞いたら、グレー曲ですよね。なんかライブで当時、 当時というか2016年以降ってライブでなんかいきなり出して「どうすんのこの,この曲どうすんの?」って中でなんかそお,たお互いもそわそわしながらなんとなくあるっていう曲いっぱいあったんですよ。で「暴れてっか?」「幅ぐったりとかもあれも1年ぐらい多分なかったことになってたんですよ。ああレコーディングすんだみたいな <laughs> そういうなんか特にジュースはそういうのある気がしますよね。 でもフィエスタ以降っていうのはこれはワールドツアー戦略ですよフィエスタをスペイン語圏にやってネバネバサレンダーとかはあれなんかバグパイプ的な音がイギリスっぽい感じじゃないですかイギリスにして、まあ、サバサバをフランスって言い張ってんだけどあれも CMJK さんってもう僕かなり若い時から付き合あるから CMJK さんってフリップグラップって昔やってんのよでフ,レフリップグラップやってた頃とかあの もう先輩の下北のアパートとかで飲んでたから、うん、あの時からね映画のサントラとか超好きだ人だったのん,んかストックにあんですよああいうのねでまあまあそういうこと言っててジュースの曲っていうのはワールドツアー用でこのフィエスタから作ってってるわけっすよねえそれが2017年以降っていうのライブで出てきたって話ですよね,ねをツアーア これそう,そうなんだよね W2O ツアーって後から映像化とかずと具体的にライブでされてるのってそんなないじゃないですかあっいした場合やたら追えないっすよねニュースニュースとか完全版とかってあったっけ俺とりあえず俺その時のなんかライブ現場行く方が優先で DVD で出たとしても購入してないんすよ探すか ちょっと情報集めますかねそれで5人組しゃべろうとしてたってのもなかなか大胆ですけどね失礼失礼であこれもう一個続けるとこのダブルツーオーの時の参加していた JJ ファミリーを尊敬するっていうのはこれ僕なんかよりもっと尊敬しなきゃいけない人いっぱいいてつ強い人は本当に強いうん 多分でも JJ ファミリーいっぱいいますよ。200超えの人も何人か知ってるんだけどね、なんか、い,いい意味でこっちが気使う。話、全部聞いてても、多分もう僕の見てる感じとかというより、ストックが違うのと、あと、単押しの人多いから、うん、そこになんか、経緯もあるの分かる分かる。ちょっと気使うよね、うん。相手は気使ってないだろうけど。 そんなこと思い出させてくれました。ありがとうございます。ね。なジュースいいっすよね。じゃあ続いて、これが今日は最後になります。えー、っと高ん、高久坂口さん。坂口高久さんなんだろうね。ありがとうございます。えー、っと、段ラさんのこと、研修生の頃に意地悪の子に見えたってのは、研修生のこと知らなすぎですよ。今と変わらないキラキラの笑顔で、どんなポジションでも全力の笑顔で歌って踊ってましたよ。 同期や後輩が次々昇格していく中で見てるこっちが嫉妬に苦しそうになる中段原さんはそんな感情を表に出さずキラキラ笑顔でやってましたあの状態で腐らずに光を放ち続けたダンバラさんを尊敬しますすごすぎですこれ高久さんはダンバラさんガチ推しなんだろうねありがとうございますこれ説明しましょうあの知らなすぎ はど,どこの尺度から見るかであって多分それはダンバルルに対してはあの分かるかもしれないんだけどこれねたくさんんフォローしてて彼女が可愛いっていっうことはできるのよ、ね、なんうのよなつアイドルファンだから第一印象とか自分がタイプとか押せるとかって全員違うじゃないですかでそこのだけの話なんですねで情報量が他のメンバー他のグループより少ない でダンバラをすげーうまいと思ってたしあのこの子いい味出してるも両方すごい強い女に見えたのねでそういうところのことを言いたかったの言い方だから僕は良くなかったのかもしれないけどねでアイドル的に考えたらどうやったらこの子にポジション出るんだろうっていうのは浮かばなかったのさ だけど大人の人のののたちといいいうのは、この1年2年2ぐらい育っていくじゃないですか。美容だって 1, 1年前さっき映像出てたけど、まあ、これも語ろうと思ったんだけど去年のサンリオの時の MC してる喋ってる時の顔より今なんだかお家でビヨンズやってる時の顔の方が全然商品になってるんですよ高々かか数ヶ月で。でそういうようなもので大人の手が本気で入ると商品として磨き出すっていうところで。 そこまで僕はだから分かんなかったのよ。これがダイヤの原石で、カッティングまで入れたらどんな艶が出るかっていうところが。そこは、まあ僕の知識の足りなかったところかもしれないね。そこは申し訳なかった。で、うん、この今とかはね、キラキラの笑顔でっていうふうにおっしゃってるところは、そこを見抜けてたんですよ。あのー、高久さ,さんは。高久さ,さんにとってはもうダイヤ、これはダイヤだよって目利きなんでしょうね。ルルにとっての。 それは伝わってきました、ね、でこれ今となってみればこれ分かります。でこれ腐らずね光を放ち続けたってこれ誰にでも言えますよね。やめちゃあそこで終わりだから。やめなかったからその彼女の思っていたいろんな心境っていうのとか環境とかデビューできなかった期間今で言えば米,ママ米,米村キララ。 中山夏目とかもそうなのかもしれないけど石栗もそうなんだろうねとかにね同じようなことを思ってる人たちもいるでしょうねあそんなこと思いましたなのでちょっと言い方気をつけますよでもあの気持ち分かってますんで伝えてくれてありがとうございますじゃあそんな形で、えー、と今日はこのコメント返しはまたちょっと長尺になりましたけども終了としましょう で今日はサタデーナイトですし、この後まあウサギの質打ちでちょっと何人か、あとね帰れなかった人いるんですよ。もう今回の騒動とかで外国から来ててね、その人は明日帰れることになったなんて言うんで、えっと三密を防ぐ空間を実現し、ちょっと打ち上げるというところがあるんですけど、まあ時間があって今見ちゃった人があいけるってなったら相談してください。 まあそんな感じでクニオチャンネル引き続き続けていきたいと思っております。明日はもう珍しく予告しましょう。えっ、ー、と、浜浦綾の現在についてと、そして、えっと、おうちでビヨンズの例のコーナー。それについて動画を撮りたいと思っております。2本行きたいと思ってます。っていう感じです。じゃあ素敵な週末、引き続き皆さんの思い思いのスタンスで楽しんでいきましょう。またね